すいません、すごいハードルの高いかもしれない、早口言葉が、早口言葉があるんです。あ、これはね無理ですよ。江戸の殿殿、これあの真由美さんのセリフですよね。そうです。これはねどう考えても俺ブチャですよ。公害につく、公害につかなきゃいけない立ちつてと何胸のラリルレロは滅べばいいと思ってますから。江戸の殿殿の網にもの浅田飴とかもう本当に嫌がらせですよねこれ。いやもう公害に3回以上つくセリフもう連続でこうな、殿殿のとかもうつくのはもう本当にもう許せない。他のさ。スタジオの全員が神谷の声を待っていた。神谷の声、神谷ボイス。この映画は神ボイスぴったりだ。稀に見る、稀に見るアルミニウム。野口さんと野本君が物の見事に物分かれ。右目右耳、あ、すいません、右目右、ごめんなさい、右目右耳、右耳、右目右耳、右耳、右目、もう言えねえこれは。神かむかめも神ボイス、声優青春ストーリー映画神ボイス11月公開。声優が全員こういうの言えると思うな。神かむかめも、神かむかめも神ボイス、青春映画ストーリー。あ、ごめんなさいね。しかし彼はやる男だった。カモシカモシカも確かに鹿だが、アシカは確か鹿ではない。江戸の殿殿の喉にも浅田飴、水戸の殿殿の喉にも浅田飴、どの殿の喉にも浅田飴。まれに見るアルミニウム。野口さんと野本君が物の見事に物分かれ。右目右耳右耳右目、神かむ亀も神ボイス、青春映画ストーリー映画神ボイス11月公開。すげえ。